ジョン・ディーバーことジョナサン・レイ・リーバーは、アメリカ合衆国アイオワ州、カウンシルブラフス出身。MLB のプロ野球選手。投手、右ト左打。1991年にシカゴ・カブスからドラフト9巡目で、指名されたが契約せず、1992年に、カンザスシティ・ロイヤルズからドラフト2巡目で指名され、入団。1993年7月31日に、 スタンベリンダとのトレードで、ダンミセリと共にピッツバーグパイレーツへ移籍。1994年5月15日にメジャーデビューを、果たし、パイレーツでは1998年までの5年間、過ごし、1998年12月14日に、ブラント・ブラウンとのトレードで、シカゴ・カブスへ移籍。カブス移籍2年目の2000年、リーグ最多タイの35試合に先発し、 リーグ最多の251イニングを投げた。12勝192奪三振と自己最高を更新。2001年にはオールスター初選出を果たし、初の20勝の大台に到達。サイヤング賞の投票では4位に入った。2002年、カブスで3年連続で開幕投手を務めたが、8月1日の登板を最後にシーズンを終え、トミー・ジョン手術を受けた。 トミー・ジョン手術のため、少なくとも2003年8月までは投げられないと見られていたが、2003年1月24日に、ニューヨーク・ヤンキースと2年契約に合意。2003年はメジャーでの登板機会はなく、マイナーリーグで3試合に登板しただけでシーズンを終えたが、2004年はメジャーで、チーム最多タイの14勝を挙げた。2004年12月8日、 三年総額2100万ドルでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。2005年は17勝を挙げたが、2006年は9勝、2007年は3勝と勝ち星が年々減少。2007年は6月20日の登板を最後にシーズンを終え、7月6日に右足の手術を受けた。2008年1月16日にカブスと1年350万ドルの契約に合意。 2008年はリリーフとして起用され26試合中25試合にリリーフ登板。シーズン終了後代理人を通して引退を表明。ありがとうございます。